どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新パックにて登場したサンダーブレイクっていうカードね、皆さんご存知でしょうか。結構懐かしいなと感じる方も多いんじゃないかなと思うんですが、結構ねなんかおじいちゃんが好きなカードな感じがありまして、このカードですね、手札を1枚捨てるとフィールドのカード1枚を対象として破壊する、これまあ1枚手札コストがいるんで、まあ、基本的にはアドソン、まあ、2枚対1枚交換のカードなんですけども、フィールドのカード何でもいいんですよ。だから自分でも相手でもとりあえずいいし、魔法トラップモンスター何でもいいんですよ。何でも破壊できる。そして手札を1枚捨てるってことは手札コストとして何か捨てられるカード、捨てられたことによって何か効果が発生するカードが相性がいいと。で、まあいろいろあるわけですよ、そういうのね。ね、一番やっぱりね、簡単なのは魔合神。魔合神なわけですね、魔合神。で、魔合神召喚獣っていう、デッキがデュエルリンクスには存在しまして、ちょっと仲良くさせていただいてるマモさんっていう方がいらっしゃるんですが、その人がなんか KC カップかなんかで多分、魔合神召喚獣で走られて、なんか結構いいとこまで行ってるみたいな。結構そこそこ強いデッキなんですよ。で、これね、アバヨっていうスキルを採用してるんですね。これなんでアバヨかっていうと、これフィールド上のモンスター1体を持ち主の手札に戻しますよっていうことができるじゃないですか。だからこの魔獣の怪獣っていうこの、デッキからレベル2以下の獣族をなんか3体一気に出すっていう、ことをして、で、まあ2-2で魔合神ケルベラルちゃんとかと2とかでこうシンクロしてこれ出すじゃないですか、ユニコールで。ユニコール出した上で手札に1枚そのもう1体余ってる1枚を回収できるんですよ。そうすると手札が減ないんですよね。魔獣の怪獣が要は消費なしで撃ってるみたいな感じなんで、めっちゃ強いんですよ。で、場にはユニコールがいると。でさらにですね、この回収するカードをなんと魔合神獣キャッシーにできるんですよね。これ確定キャッシーサーチみたいなところなんですよ。実際その魔獣の怪獣があれば回収して、まあケルベラルと、キャッシーと、リトルキメラとか、まあこの辺の黒猫とかを出してきますよね。で、2-2でシンクロした上で余ったキャッシーを回収するアバヨで、そうすると手札にキャッシーがいます。でキャッシーは手札から捨てられた場合に相手の、相手でも自分でもいいんだけど、表側のカードを一枚破壊するっていう強制効果なんですよね。でこれはこのサンダーブレイクとかホーリーライフバリアとすごい相性が良くて、手札から捨てられると1枚破壊するプラスもう1枚破壊できるとか、ライフ守りつつ1枚破壊するとかいう動きができるんですよ。さらに手札の枚数を調整できる。手札の枚数を調整するっていうのが なんでこんなに重要かっていうと、このデッキユニコールっていうモンスターの効果を皆さんご存知でしょうか。こいつねかなりクロート向けのモンスターで、一回魔合神デッキの時に使ったんで、まあ覚えてる方もいらっしゃるかもしれないですけども、手札の枚数が自分と相手が同じ場合、相手が発動した魔法トラップモンスターの効果が全部効果処理時に無効になります。これすんごい強いんですよ。コントロールモンスターとしてめちゃくちゃ強いんですよね。手札を同じにすることさえできれば全部無効にできると。だからこれをうまいことこの辺の手札の調整するカードによって、相手の手札の枚数と自分の手札の枚数を合わせて、で相手が発動したカードを全部無効にしていくっていうのが、魔合神コントロール、ユニコールコントロールデッキの、まあ、主なギミックでね。これね何がおもろいかっていうと、召喚獣を組んで召喚獣をその出張させると属性が結構やっぱいろいろいるんですよ、地属性とか炎属性とか闇属性とか。なんで召喚獣が全部出るんですよね、この辺のモンスターが。魔獣の怪獣でもちろん素材も用意できるし墓地も送れるんでね。でこれね一番なんかおしゃれムーブは、まあ、その魔獣の怪獣で、まあケルベラルと2出して、で、ユニコールして、で1体回収しておくよね。で空いた枠に召喚師アレイスター召喚するんですよ。で召喚魔術をサーチする。でこれね不幸を告げる黒猫だった場合、これ闇属性なんですよね。だから召喚師アレイスターと黒猫で融合召喚して召喚魔術でこれ出るんですよ、カリギュラ。これね召喚獣カリギュラは獣族なんですね。これで魔獣の怪獣ってこのカードを発動したターン獣族しか特殊召喚できないよっていう効果があるんだけども、これだったら出せるんですよ、獣だから。でこいつの効果意外と強くて、モンスターゾーンにこいつが存在する場合それぞれ一ターンに一度しかモンスターの効果発動できないし、それぞれバトルフェーズにモンスター1体でしか攻撃できないと。結
構制圧力高い。だから先行でカリギュラとユニコール立ってるっていうこともなんかねそこそこあるんですよね。結構これ強くないですかね、っていう、ムーブを今回はしていきます。もう本当に馬が強いんだけど、ただ一個言わして、プレイングこのデッキねめっちゃむずい。プレミご容赦、デュエルスタンバイ。さあお相手の方、前髪ハゲさん、よろしくお願いします。あーとんねいちゃー、おー手札ゴミやな。手札ゴミやんけ。こういうことがあるんですよね。まあこれが難しいですね。なんかね、魔獣の怪獣が引けないと正直なんかマジで始まんねってとかあって、ぶっちゃけこのデッキ、まあ、一応まあケレベラルとかがいるとなんとかなるっていうとか。お、ナイスー、オッケー、セーフ。マジで魔獣の怪獣系なんですよね本当に。このアドバンテージ稼いでくれるカードがないと。ねあれ一切いねえから、リトルキメラでいいかな。でこうしてこうしてこう、はい。でですね、キャッシーは後で戻ってきますから。キャッシー戻ってくるの強すぎなんだけど。でですね、そこらしとかがちょっときついので、こことこれセットして、まあセットしてからやってもいいんだけどね、今のてかセットしてからやった方がいいわ多分今。はいはい、一応あのセットしてからやったら結局でも、ね、ユニコール出てないから意味ねえかも。でユニコール出てきて、でそこらし落としたのは効かない。これが強いんですよね。もうなんか出てきた瞬間にも手札の枚数が同じだったらもう意味がないっていう。でスキルにチェーンはできない。でカードを1枚セットすることによって手札の枚数が同じになっていく。これ召喚でもいいな別に。これユニフォリア出すか、なんか単純にこれユニフォリア出しに行くまであるぞ。ユニフォリア出そう。でユニフォリア出していく。でユニフォリアはケルビラルに納得説あるけどな。あーまあいいか別に。ちょっと相手の動き方わかんねえし、とりあえずいいや。でこれ殴っていく。でこれで今この現状手札の枚数が同じじゃないですか相手と。だからこの場合って相手が発動した効果何でも全部無効になるんですよ。あ今3枚なんで無理ですけど、これでこの状態ではもう無効になります。何を使っても。なんでかっていうと手札の枚数が相手の自分で同じだから。やばい、同じじゃねえ。それはまずい。今んところ大丈夫か。今んところ大丈夫やわ。今んところ大丈夫、マグネットフィールドだけだったら。はい、 OK。 でですね、この状態だと手札を1枚合わせることによって相手の手札と枚数同じにできるので、できねえわ、やべえ。ちょっと待って。おい、その展開すんなよ手札から。ちょとりあえずですね、シンクロガチでやばいんで、6だったら別にほっといてもよかったかもしれないけど、まあ、とりあえずこうして、ですね、まずはですね、サンダーブレイクで、サンブレマグネットフィールド、マグネットフィールド、これ表破壊しても蘇生されるこの可能性あるからね。で、まあ、蘇生されてもね、一応ホーリーライフバリアがあるんで、手札ゼロ枚にはできるんだけど、で、ですね、まあ、これですかね。いや、これケルベラルになっといた方がよかったかもしれないな、普通に、今の、あの、初手で。ちょっと700っていう打点弱えわ。まだ1000の方がよかった。これ普通に殴り返されそう。うん、OK。召喚魔術は別にいいかな。捨てる説もあるんだけどね、全然。全然あるんだけど、捨てればユニフォリア守れるんだけど。別にいいか。ユニフォリア、これちょっと若干プレミですね。これ、あのね、ケルベラルになっといた方がよかったかもしんない。まあいいや。多分なんとかなる。多分何引いても手札0枚できるか、次のターン。ドロー、ホーリーライフバリア、オッケー。で、ホーリーライフバリア、セット、セット、で、バトル。大丈夫っすか、大丈夫っすか、今何も使いませんよ、あなた。あなた今何も使いませんけど、大丈夫っすか。エデコン、あー、なるほど。そうねー、無効になっちゃうんですよねー。無効になっちゃうんですよねー、それ。あー、かわいそう。あー、かわいそう。かわいそっす。プレミしても勝っちゃうスタイル。さあお相手の方、儀式の使い手2、ベンデットか、まあ、機械天使かあたりでしょうかね。さあ何でしょうか。今のところ手札強いですよ非常に。ベンデットバース、やべ、リベンデットバース、リベンデットバースってさあ、エクゼクターでもこれでボーンされたらマジできついんだけど、これボーンされたらまあきついってなるよ。あ、でもあれか、バウンスすればいけんのか、一応。そういう場合って。あ、でもそれは弱くね？
それは弱い。破壊耐性がなかったらあいつほっときゃ死ぬから。魔獣の怪獣発動。魔獣の怪獣の効果によって俺様はデッキよりデッキよりいいでし絶望。レベル2、レベル2、レベル1の獣塚モンスターを特殊召喚。せいせいで、スキル発動。あー迷う。で、キャッシーを戻していく。で、まずシンクロする前にとりあえず召喚していく。で、召喚魔術発動していく。発動していくじゃないや、サーチしていく。でですね、ですね、シンクロしましてですね、シンクロしましてですね、これ、あれか、これ、あれやったな、召喚魔術、じゃあ、間違えた、魔獣の火事で持ってくるの、これ、炎やったな。これ、相手、闇属性だから、これ、闇に持ってくる必要なかったわ。ちょ、ミスった、まあ、いいや、召喚魔術発動。俺は召喚師、アレイスター、および、貴様のフィールド上のフィールドじゃない墓地の、いやーこれちょっとミスったくさいな。これ炎持ってきてよかったっていうのはあるんだけど、まあこれとりあえず召喚獣カリグラ先生を特殊召喚。さあこのモンスターが存在する場合、相手はモンスター行ったりしか攻撃できないし、まあ自分もなんだけど、モンスターの方が1回しか発動できません。セットセット、これターン終了じゃないかな、これはターン終了なんじゃないかな。ちょっと手札増やしたくない今のところで。エグゼクター先生は死ぬんですよ。そうなんですよ、エグゼクター先生は死んだ。 OK で、あとは手札の枚数を調整しながらなんかうまいことやるだけで、モンスター効果1回しか発動できない。結構強いぞこれこの盤面結構陰キャやぞ。おベンデット知らんねんや。これホーリーライフバリアの効果で手札を1番に合わせに行き、でこうすることによって何が起きるかというと、モンスター魔法トラップの効果が全て無効になる。エネミーコントローラー、あ、それも無効です、それも無効でーす強すぎなんだけど、絶望しろよ。パックのどっちだ、あ、残念でしたね、これパクれませんよ。ビリ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 ってなりますけど強っ。でキャシー効果でやばやばすぎー、強すぎかこれ、強すぎかよ、いや強すぎ。ザ・魔合神召喚獣っていうムーブできたわ。さあお相手の方、あ、魔合神、間違えました、魔獣の怪獣めっちゃ来てる。これはねいいんですよ。ただね、あのトラップカードが来てほしいってあるね、1枚ぐらいは。サイキックリフレクター OK、 リフレクター OK、 バサビス OK。 ケルベラルを引いちゃってる場合はちょっとですね、アーバヨでアドバンテージを稼ぐことはできません。シンクロ召喚が魔合神獣、魔合神チューナーかを指定されてるんですよ、ユニコールって。なんでちょっとね、それが難しいところなんですよね。なんでなんかアーバヨしてケルベラルを手だから特殊召喚じゃなくて通常召喚するっていうことをしないとね、は、88、やば誰誰ダルシム、それはダルシムなんだけど、キャッシー来た。あーなるほど、魔獣の怪獣クソ死んだわ、魔獣の怪獣がクソ死んだ。これさ、アレイスターセットでお茶濁すしかないのこれ。俺何もできないんだけど、しかもあいつ効果で破壊3ねえからさ、サンダーブレイクなんか全然なんか効かないんだけど強すぎなんだけど、あのモンスター。えちょ、寝かせてよー、今まだ寝てたんだよ、寝かせてよ、やめてよ、いじめないでよ。